ディートマー・ホップディートマー・ホップは、ドイツハイデルベルク出身の実業家。ソフトウェア会社 SAPAG の創業者であり、サッカークラブ TSG1899、ホッフェンハイムの出資者である。ディートマー・ホップ通り教師だった父親が糖尿病を、患って働けなくなり、少年時代には、石炭運搬のアルバイトをして、家計を助けたことも、ある苦労人。 1972年に IBM を退社して SAPAG を創業した5人のエンジニアのうちの1人である。ホーブス氏によって世界で698番目に資産の多い人物と認められ、彼の個人資産は63億ユーロと言われている。2005年6月、SAPAG 本社前の通りの名前がディートマー、ホップ通りに改名された。 ホップはドイツのサッカークラブ TSG1899、ホッフェンハイムの出資者としても有名であるが、会長ではない。彼は少年時代にホッフェンハイムのユースチームに所属しており、1990年代に入ってから資金援助を行うようになった。当時、ホッフェンハイムは8部相当のリーグに属しており、最初は、 サッカーボール購入費を提供する程度の関係だったが、次第に援助金額を増やしていった。2006年には、ドイツ屈指の理論派監督であるラルフ・ラング・ニックを招聘し、2年後の2008年には、ブンデスリーガの一部に昇格するまでに至った。ホップは6000万ユーロを投じて3万人収容のラインネッカーアレーナを建設した。 ブンデスリーが一部昇格までに投じた資金は1億7500万ユーロに、上り、ドイツ版チェルシー FC と揶揄されることもあるが、地元のクラブを長期間援助していることがロマン、アブラモビッチと大きく異なるとして、ホップはこの呼び名を嫌っている。ありがとうございます。